今回はかっこいいパジャマを見つけちゃったんで、こちらをご紹介していきたいと思います。ノウハウ。どうも皆さん、こんにちは。川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちら、パジャマをね、買ってしまったので、こちらをご紹介していきたいと思います。これね、普段からね、楽ちんファッションが好きで、こう、秋冬とかでは、今もそうなんですけど、スウェットパンツを私服で着てたりとか、あとやっぱりね、こう、普段からリラックスできるような洋服が大好きなので、普段使いできるパジャマとかいいなとか思ってたんですけど、つい最近ね、代官山をプラプラしていたら、セレクトショップでこのノウハウっていうブランドを取り扱ってるところを見つけちゃって、まあね、なんか懐かしくて購入してしまいました。っていうのも、このね、僕が今着てるのもこれノウハウなんですよ。これも一応パジャマなんです。こんな感じでショーツで、上はショップコートみたいになってるやつなんですけど、これね、前閉めるのは結構変質者みたいになっちゃうんですけど、まあこんな感じ。結構かっこいいですよね。これはね、ノウハウと、あとはブック&ベッド東京っていうところの新宿店、そのコラボで作られたものなんですが、以前ね、僕が写真を撮りにね、友達と一緒にブック&ベッド遊び行った時、そこのね、店員さんと仲良くなって、まあ思わずノリで買ってしまったのはこれなんですけど、まあそこからね、ちょいちょい私服で着たりとかしてるんですが、そんなね、こうパジャマなんですけど私服でも使えちゃうようなアイテムがこのノウハウ、かなり特徴的なんですけども、そのパジャマって言ってもね、こう一日中着ていられるようなデザイン性のおしゃれなパジャマなので、まあ、在宅ワークでね、外出の少ない方にもおすすめできます。はい、っていう感じで、こちらの商品紹介の前に、そのノウハウってどういうブランドっていうところをね、僕もちょっと知りたかった部分があるので、ちょっと調べてきたので皆さんに共有できればと思います。はい、ノウハウっていうのはね、2012年にスタートした日本のパジャマブランドになっていまして、ブランド名のノウハウとはニューオットワンダーホリデー&ワールドの頭文字から来ており、新しく思いがけない驚きのある休日と世界という意味になるそうです。寝心地優先という確固たる信念のもと、パジャマをデザインされているブランドになるんですが、面白いですよね、パジャマのブランドって。こうジェラードピケとか、まあ、そういう風にね、ルームウェアとかパジャマブランド様々あると思うんですけど、その中でも私服でも使えるようなデザイン性になっているのが結構特徴的だと思います。やっぱかっこいいですよね、久しぶりに着ると。こう秋なんかはね、このコートだけ使ったりとか、夏場ねショーツだけ使ったりして、セットアップで着ることはあんまりないんですけど、まあ、セットアップで着てもね、まあ、全然様になってしまうようなデザインになっております。なんかね、ブック&ベッドはね、こう各店舗によってね、別注のね、柄が違ったりとかするんですけど、新宿はなぜかこの迷彩柄で、僕そんなに迷彩柄好きじゃないですけど、なぜか買ってしまった思い出のあるコートになります。はい、まあそんな感じなんですけど、こちらのね、今回買ったものをご紹介していきたいと思います。今回購入したのもセットアップになっていて、別々に売られているものではないんですよ。こんな感じ、デニム生地のパジャマになっています。トップスがこんな感じで、パンツがこんな感じですね。もうかなりワイドなシルエットのもので、可愛いですよね。こういうウエストの部分とか少しコットンとの切り返しになってたりとかするので、パジャマ感、こういったところでちょっとね、出てるかと思います。あと裾のところもね、こんな感じ。はい、こちらがですね、商品名のがデイパジャマデニムというものになっていまして、デイっていうのはノウハウで定番のシリーズで、ブレザージャケットデザインのパジャマになっているそうです。他にもいろいろなデザインがありまして、もちろん半袖のものとか、ショーツのもの、フルレングスのものとか、様々なデザインがね、セットアップであったりとかするので、気になる方は、ね、概要欄にこうリンク貼っておくので見てみてください。で、その中でもこのデイシリーズっていうのは、1日中パジャマでいられたらというシリーズになっているそうです。で、価格はね、このセットで 24,200 円税込み。パジャマで2万円って高いだろうと思われる方いると思うんですけど、セットアップでね、生地もそれなりにしっかりしてるので、こう別々にね、商品購入した時に1万円ちょっとっていう感じなので、まあ普通にドメスティックブランドでね、こういったアイテム買うよりも安くなってると思うので、僕は結構お得かなっていう風に思います。こんな感じ、パジャマシャツとね、オープンカラーシャツの間みたいな感じのデザインになっているので、まあジャケットっぽく着ることもできるので、ちょうどね、テレワークでオンラインミーティングがある時なんか、これね、羽織ってたらパジャマとは誰も気づかれないようなデザインになっています。で、僕が購入したのはデニムのものなんで異色展開なんですが、他にはね、一応デニムじゃないものだとブラックだったりとかネイビー、あとブラウン、あとギンガムチェックなんかのものもあるので、多数展開がありました。そしてね、サイズに関しましては 0,1,2 っていうね、数字の表記で3サイズの展開になってるんですが、僕が購入したのは2っていうサイズですね。これ2買ったっけ、1買った気がするんだよな、違うかな。はい、でね、サイズの目安なんですけども、0っていうのが XS サイズから S サイズくらいで、まあ、身長で言うと150センチから160センチくらいの方、ユニセックスのデザインになってますね。で、1が S から M サイズくらいになってて、160センチから173センチくらいの方が目安で、2っていうのが L サイズから LL サイズくらいで、174センチから185センチくらいの方を対象に作られているみたいです。はい、でこちらのね、特徴に関しましては、素材はコットン 100% で、かなり柔らかいデニム生地になっています。で、音質に関しては録音スクラ
材なので本当にね柔らかいシャツのような感じで羽織れるものになっています。通常のねインディゴ染色のデニムと違い色移りすることなく使えるそうなので、そういった時にね寝具に色移りしちゃったりとかそういったところの心配も少ないみたいですね。でもちろんパジャマなので保温性もあり汗も吸収してくれ毎日の洗濯にも耐えうる丈夫な生地になっているそうです。これでも早速実際に着用してみましょう。はい、実際に着用してみました。こんな感じ。これで僕がね購入してきたのは2っていうサイズなんで一番大きいサイズなんですが、なんでだろうな、僕セレクトショップで購入した時に1でお願いしますって言ったのになぜか2が入っておりました。まあね着れないサイズじゃないんで全然いいんですけど、これ、ね、1だと一回りちっちゃくてなんか袖なんかが超ジャストだったんですよ。そんな感じで着用したかったんですが、まあねルーズに着ても問題ないかなっていう風なデザインになっています。こんな感じ。今トップスメインでお見せしてるんですけどこんな感じですね。前を閉めるとちょっとパジャマ感出ると思う。はい、こんな感じ。袖のところのパイピングだったりとかがねやっぱその要素をね醸し出してると思うんですが、こう男臭く着るんだったらちょっとめくっちゃってもなんか和服っぽくなりますよね、まあ、そういったところもいいかなと思って今回購入してみました。こんな感じ。今は中に白 T 着てるんですけど白のタンクトップなんかが合わせれば夏でも様になるような一着だと思います。でデザインはすごくシンプルでして前にね2つポケットがあってあとはねプリントだったりとか刺繍は全くないデザインになっています。裾のところにね軽くこういう風にワッペンというかなんかついてます。こんな感じくらいしかついてないのでデザイン的にはすごくシンプルになってますね。僕はねこういう風なフルレングスのシャツをこういう風に伸ばして着るよりもちょっとめくってあげた方がかっこいいかなと思うので、夏場でね室内でこれを着用するんだったらこんな感じで着ててもいいと思います。で着心地に関してはやっぱりパジャマっていうねカテゴリーなんですごく柔らかくて着心地はいいです。こういう風なジャケットタイプのシャツみたいなものだと結構硬かったりとかこうスリムなデザインになってるものが多いと思うんですけど今時っぽく着用もできると思うのですごく着心地も良くて気に入っております。ちょっとパンツに画角変えてみます。はい、切り替えてみました。これがパンツ。もうすごくね太みのデザインになってるんで、ワイドパンツ感覚でねこちらコーディネートに取り入れるのもありだと思います。まあ、ちょっと上も見えてるんでセットアップだとこんな感じになってるんですけど、まあ、今時っぽいですよね。こんな感じでルーズにラフに着こなすこともできるんで、今はね裸足でねかなりラフになっちゃってるんですが、今の季節だったらサンダルとか、あとはね秋口なんかはブーツなんか合わせてあげるとねすごく雰囲気も出る一品だと思います。で下も素材が同じくっていうところなので、ロコンスのねデニム生地になってるんで近くで見ると結構デニム感出るので、こうね見かけた方がねこれをパジャマだと思う人は少ないと思います。デザインに関しましてはサイドにポケット、あとはね後ろに関してはこの右側だけバックポケットがついていて、ウエストはドローコードになっているので着心地に関してももちろん使い心地に関してもねやっぱデイリーユースで使うこともできます。はい、ちょっと全体に引いてみますね。はい、画角変えてみました。全体像ですね。はい、こんな感じ。なんかいいですよね、ラフで男臭くて。ちょうどロン毛なんでね、そんなスタイルに似合うので僕はこれ普段着でもねガシガシ使ってやろうかと思います。もちろん別々に使うのもありだと思いますね。普段からね僕スウェットパンツとかをプライベートで着用してるんで、こんな感じにパジャマの下をね普通にボトムスとして使って、今の季節だったら白 T とか、あとね白シャツなんか合わせてあげると下はラフだけど上はカッチリみたいな感じでコントラストをつけることもできるので、まあ、そういう風にね崩しのアイテムとしてこのパジャマっていうのを使ってもありだと思います。結構太いな L サイズ。本当はね僕の身長体重だったら M でいいと思うんですけど、ちょっとルーズにこんな感じで着るのもありだと思います。ちょっと引きずるのが嫌な人はこういう風に折り返してあげると裏地がねこういう風にコットンの白のデザインになってるので、ちょっとポップな感じで着用できるんで、あえてブーツとか合わせてこのポップ感っていうのをね中和してあげてもいいかなという風に思います。はい、はい、そんな感じで、ね、実際に着用したんですが、こちらコーディネート今回はいいかなと思って省いちゃうんですけど、おすすめの人だったりとかお伝えしていきたいと思います。おすすめの人で言うとね、こうテレワークだったりとか在宅ワークが多い方すごく便利だと思います。こう上半身だけ見たら結構なんていうのおしゃれ着に見えません？こうパタパタパタってパソコンなんかやってたら、なのでテレワークとかでね着心地のいい洋服を求めてる方で、セットアップなんでね楽っていう部分もありますので、もうパジャマでそのまま仕事もできるなんて最高の一着だと思いますので、まあ、そういった方におすすめだと思います。あとはね洋服のジャンルとしてはパジャマシャツとか、まあ、カートコバンとか昔古着で着用してたと思うんですけど、まあ、そんな感じでねおしゃれアイテムにもなると思いますので、別々に使うこともできるので、まあ、そういった時にねコスパは結構高いのかなというふうに思います。デザインやね質の部分もしっかりしてますので、まあ、そんな感じで僕は気に入っております。さっきの迷彩もかっこいいはかっこいいんですけど、全然ね柄で印象が変わったりとか、あとはショートパンツかフルレングスかでもね印象って変わると思うので、このデニム以外にもねかっこいいものあるのでぜひ見てみてください。まあ案件でも何でもないし、そもそも
ソムね、サイズ間違って購入しちゃってるしっていう感じなんですけどね、このルーズな感じでもまあいいかっていう感じですね。また機会があったら買ってみます。はい、そんな感じで今回はサクッとノウハウのおしゃれなパジャマをご紹介してみたんですが、いかがでしたでしょうか。在宅ワークでも使えると思いますし、外出先でもね違和感なく使えると思うので、最強のワンマイルウェアというか、もうワンマイルどころか10マイルくらい行っちゃっても大丈夫でしょっていうくらいのねお洋服になっていますので、僕が気に入ってるんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、これからの季節であったりとか、このご時世、まあ、そういう風な洋服ってすごくね需要が高いと思いますので、気になる方はチェックしてみてください。もちろんね着心地はパジャマなんでめちゃくちゃいいんで、まあ、寝る時だけでも全然問題ないと思うので、こうプレゼントとかパジャマあげるよっつってね、こんなかっこいいパジャマもらったら結構テンション上がると思うので、まあ、そんな感じで贈り物にも最適なのかなっていう風に思います。はい、っていう感じで今回の動画が良かった、参考になったとありました、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。こうね試着を何回かしてね、大きいのでもまあいいかなと思ったんですよ。店員さんも大きいのいいっすねって言ってたんですけど、なんかねこう伸ばした時に着るんだったら1の方がいいなって思ったんですよ。これちょっとね本当のパジャマ感出ちゃうじゃないですか。それがねちょっとピシッとしたので1でね、デニムとかと合わせて疑似セットアップで着用しようかなと思ってたんですけどね、まあいいかしゃあない